こんばんは。12月11日午後7時になりました。372回しゃべくり真っ白の時間です。今日の真っ白なんですけども、最高予想気温が9度、そんなもんでしたかね。ということでね、今日慌てて仕事から帰ってね、夕刊持ってね、忘れてきちゃった。多分、今日の夕刊のトップには、小平奈緒選手ね、アメリカでしたっけね、世界新記録1000メートルで、秒数忘れたけども、なんかね、世界新出したということで、多分夕刊のトップ記事は小平選手の記事じゃねえかと。間違ったらごめんなさい。ということでね、今日も生放送でお送りしております。今日のゲストなんですけども、かっこいいですね、若いお兄様。先日オープンしました小鳥の支配人、佐野啓太さんおいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。佐野さん、そのなんかこうカジュアルとかかっこいい、それはユニフォームですか？あ、そうです。今ちょっと仕事を抜け出して出てきたんですが、これユニフォームです。支配人だからいいやね、はい、従業員職員だったらね、あいつ抜け出したらって、ね、はい、怒られちゃうんです、ね、はい、支配人さんだからね、はい、はい。ということでよろしくお願いします。お願いします。ところで佐野さん、あの小鳥の湯ってのは昔のあの温泉だとですか？そうですね、そこをリニューアルして、ここで、オープンしてます。これですかね、リニューアル、これですか、はい、ここで、はい、ここになりますかね、はい、ここが今、町歩きセンターですかね、こちらですかね、はい、ここからずっと、こう松代高校の方に、うん、前通って、はい、通って登っていっていただくと、あ、それが拡大ですか？そうですね、ここにしまして、あ、昔のガソリンスタンドあった、はい、今はないですね。そうですね、うん、今はないですね、うん、ここに赤点がありますね。そうですね、昔の、はい、ここあれですね、はい、見せたいですね、はい、はい、ありがとうございます。で、オープンはいつ？オープンは先月の21日ですね、うん、11月21日にオープンいたしました。またオープンしたかですよね、はい、ありがとうございます。で、スタッフはどのぐらい？100人はい、50人、もうちょっと少ないぐらいでやっておりますね。やっぱり専門のスタッフもいるでしょ？そうですね、料理人がをはじめとして、あとホールフロントとかですね、施設管理、カフェとかよもぎ蒸しとかいうスタッフでやっております。はい、どのような形態の温泉なんです？はい、そうですね、これですか、はい、これはこちら行きますと、これで、はい、はい、こちらですね、はい、まず、まあ、コンセプトとしたらですね、巣ごもりができる温泉ですね。巣ごもり、ちょっと分かりにな、ピンとこないか、また興味を持っていただければと思うんですけども、巣ごもりができる温泉ということで、形態としますと、まず日帰り温泉ですね、もちろん温泉ですね、あとその下に行きまして、レストランとカフェ、これ地産地消ということでこだわってやっております。それからですね、ちょっと上の方で、休憩スペースというのもですね、これをまたちょっとこだわりの空間を作っておりますね。あとは、まあ、春から楽しめるかと思いますが、ガーデンというのはレストランから見えるところにですね、作っております。はい、その隣、よもぎ蒸しのサロンというのを用意しておりまして、よもぎってあれなんかこう安眠というかいいんじゃないですか？はい、そうです、そういった作用があって非常に女性に今人気のサロンになっておりますね。はい、はい、というのがそれが全体的な、はい、そうですね。あとなんか佐野さん、その三本柱でなんか頑張ってるっていうような話。そうなんですね、まず一つ目 が、これお風呂かな、ね、はい、お風呂がこれからですね。はい、お風呂ですね、まあ、なんといっても日帰り温泉ですので、お風呂、特にですね、こちら下の写真になりますと、これ露天風呂なんですが、大露天風呂、景観が抜群ですということで歌っておりまして、大露天、外これ見えてるの？これ外です。これって何、どこの風呂？これは私たちの露天風呂です。あれなんかちょっと昔のお風呂そのままっていう、はい、そうですね、前のお風呂とは変えてなくてですね、いじってなくて、ちょっとこう照明とかを変えた景観。昔と変えてないでしょ？変えてないです、作りは全く変えてないです。昔の変えてなければもっと良かったよ。
そう思いますね、うん、あの写真ちょっとこれあの出し惜しみしまして、出しを、はい、サラさん下手に撮ったでしょ、これ写真、実はそうなんです、あまりここでそうなんちょっと伝えすぎてしまうとつまらないかなと思います、うん、いや伝わらないすぎるな、はい、じゃあ私がね、はい、説明するとね、もっと素晴らしい、はい、あのね、松代のねこの街の中を全部ね、見渡してね、素晴らしい、その石もね素晴らしい石だ、木々もね素晴らしい、日本庭園がね素晴らしい、うん、あの写真のね10倍ぐらい素晴らしい、ありがとうございます、うん、ぜひということで来て体感していただきたいですね、分かりましたということでお風呂、はい、そうですね、はい、お風呂がまず一つですね、うん、はい、そして次にはですね、地産地消の、うん、レストランカフェということで、うん、はい、ちょっと今日メニュー本持ってきたんですけれども、まあ、中にはですね、こう地元のお野菜、うん、県産の食材を使った、はい、こういったピザがあったりとか、そば、うん、とか丼物、あ、ごめんなさい、そば、ね、定食ですね、うん、こちらね、うん、まあ、いろんなメニューがあるんですね、そうですね、カレーの洋食系ですね、こういったサラダとかパスタもあります、うん、はい、こちらもそばですね、手打ちのそばやっております、毎日売ってます、手打ちだんだ、はい、とこちらもこうラーメンなんかも真に、ね、まあ、白の老舗の成田屋さんのお味噌とかお醤油を使って作ってるという形ですね、ーラーメン好きだから、はい、ちなみにラーメンで普通の一般的な値段ですか、そうです、こちらは今はい、醤油ラーメン680円ということなので、はい、はい、そうですね、いや、そうですか、非常にここはこだわったメニュー。あとあれですか、カフェじゃねえ、その軽食じゃねえや、喫茶とか。そうです、喫茶とかもちょっとここ見せしますとですね、ソフトクリーム、おー、はい、ですね、ここもすごく滑らかで美味しいですね、あと紅茶とかコーヒーもこだわって出してますので、ぜひお茶飲みにも来ていただけると形ですね、はい、あと3つ目は、そうですね、3つ目にはですね、ちょっと今こちらにお見せしている一部ではあるんですが、これがですね、ちょっと箱型のこれ本棚なんですね、本棚ですか、本棚なんです、はい、これ1階から2階の天井ぐらいまで届く大きな本棚なんですね、2階までだって取れねえ、そうです、まあ、上の方は正直ディスプレイというか飾りになってしまってるんですが、要はですね、非日常の癒しの空間を演出したいと思っておりまして、やはり日帰り温泉には皆様こう癒しを求めたりとかいうことで来ていただくと思うんですが、それをよりこういった形で見せていきたいなということで作っておりますね、お、非日常か、はい、夢の世界、夢の世界、そうするとこう行くと夢の中にどっぷりと使って本当に現実から離れて、はい、現実から離れて温泉と食事をとってですね、さらにそういった癒しの空間でゆっくりしていただいて、なるほど、リセットリセットして、そうですね、また次から頑張ると、頑張るという、そうですか、この3つを柱と、柱として、はい、ということなんだけども、はい、値段的にさ、はい、高かったりするといかんねえじゃん、そうですね、いくらぐらいで、はい、ちょっと普通の温泉で馴染みがないかもしれませんけれども、うん、滞在時間によってこう料金を、うん、が変わっていくという形を設けてまして、うんうん、具体的に言いますと、はい、平日ですね、うん、平日 で, 平日で、まずお風呂だけ利用されたいというのは1時間ぐらいの一風呂のお客様ですね、うんうん、はい、ちょっと一風呂浴びてと、浴びたいというお客様で550円ですね、これ1時間のところいいじゃん、はい、うーん、じゃあ庭、こう展望しながら、はい、ね、リフレッシュして1時間で500いくら、はい、550円、あ、いいね、はい、はい、はい、で2時間だったら1000円、3時間だったら4000、5000、6000となってくる、そこまでいかないですね、いかない、実はオープンから最後まで行っていただいても950円、うん、平日はですね、非常にオープンから最後までって、はい、ところでその営業時間というかオープン時間って何、はい、でよ、開いてる時間というのは何時から何時までですか、はい、です朝が10時からやっておりまして、うん、夜10時まで、ああ12時間、12時間の営業ですね、じゃあ、はい、変な話12時間飲まず食わずで、はい、飲まず食わず、それは現実的じゃねえけども、はい、あ、現実ではねえからいいか、うん、1日何も食わねえで、はい、朝から晩までいた、うん、1000円、そうです、950円、平日だと950円、
いけます。おお、いいのそれで。大丈夫です。朝10時に行って夜の10時までいて、はい、950円。はあ。これもご利用いただくとその価値が分かるかなと思いますので、ね、ぜひ。まあそれでもさっきの、ね、朝行って、お昼にラーメン食べても2000円でお釣りくる、はい、そうですね。もういいじゃん、はい、本当にこう非日常リセットして、頑張ろうっていうには手頃な価格かと思います。うーん、そうなんですね。まあ先ほどね、オープンして20日ばっかなんだけども、うん、どうですか、お客さんとは1日何人ぐらいいらっしゃるんですか、はいはい、そうですね、まあ平日でですね、うん、大体300人ぐらいで、あと週末ですとですね、600から700人のお客様がお越しいただいてて、ちょっとこれ、最初はですね全然 PR をしてこなくて、広告とかも全く打たずに徐々にこうスロースタートでですね行こうということで考えておりまして、ちょっといきなりこうお越しいただいてしまうと私たちも慣れてないので非常にご迷惑かけてしまうというのもあるかと思ってですね、そういった考えでですね、ちょっとあまり PR してないんじゃないのっていう声もいただいてしまうんですけど、ね、うん、あまり知らなかったね。そうなんですよね。いい心がけだね。そうなんですよね、ちょっとやっぱり儲けに走らねえという、はい、いいね、ありがとうございます。あ、すごいね。あとお客さんがどちらの方か、結構遠くからもおいでになったり。そうですね、基本的にはやはりあの松代、地元のお客様を中心に長野市内ですね、うん、あと聞くところによるとこう北信全域、あと中心とか、うん、遠くは南信の方からもお越しいただいたということで、はい、聞いておりますね。ところでね、時間もねだいぶ過ぎてきちゃったんだけども、はい、シャーニーさんね、はい、その意気込みというかね、今後の計画とか夢とかって何かあるんですか？はい、そうですね、まずはやはりこの新しくオープンした小鳥の湯というのを皆様に知っていただいてですね、うんうん、そして来ていただいて、うん、その後にはさらにはですね、また来たいなと思っていただけるような、うん、施設にしたいと思っておりまして、うん、やはりこう長野県で一番の温泉、食とかですね、癒しの空間だと言っていただけるようにしたいと。県内一、日本一、世界一、はい、はい、頑張りたいと思います。はい、そうですか。日本一、世界一目指してどうですか？20日バカなんだけども、はいはい、仕事はきつい、楽しい？そうですね、やはりすごく忙しくさせていただいているんですけれどもですね、まあ、幸いなことに私はこう苦労とか大変なことっていうのがなかなか苦にならない性格なんだなと自分で思っているんですが、はい、そうですね、まあ、本当でも人生の大半をこう仕事に費やすわけですので、うん、まあ、そこで楽しまなきゃ損じゃないかなというのを思ってまして、いい性格してんな。頑張っております。はい、あ、すげえね。まあそういう、まあ、楽しく生きてるんだけども、その感じるところなんかありますか ね、 そうですね、まだねオープンしてる日浅いんだけども、そうですね、どうですか、なんか感じるところありますか？そうですね、先日嬉しいお言葉いただいたのがですね、うん、まあ、松代のお客様だったんですけれども、うん、地元のお客様から本当にこのような施設ができて、うん、松代とかね今までなかったということで、うん、新しい風が吹くねっていうことでですね、うん、ちょっと嬉しいお言葉をいただいて、うん、頑張ってねっていうことで。なるほど。はい、そりゃシアニーの人徳だな。そういうわけで施設が本当に良かったんだと思いますのでね。なるほど、はい、そうですか。松代だけじゃなくて、ね、長野市県内もね、小鳥の湯を中心にね、新しい新鮮な風吹いてくればいいですね。そうですね。そうですか。はい、お客さんにね、そういうね嬉しいお言葉をいただいたんですけども、お客さんに対してなんかこう気遣ったり気配りしてるところはなんか、はい、特にあるんですか？そうですね、やはり居心地のいい、うん、空間だったりとかですね、楽しんでいただける環境づくりっていうのをしていく、うん、ように心がけてますので、うん、そうですね、ちょっとさりげない気配りとかっていうものを積み重ねていくことが必要かなと思っております。うん、マニュアルというか教科書というか、まあ、素晴らしいね。ありがとうございます。100点満点だね。ありがとうございます。ああ素晴らしい。もうだいぶね時間も過ぎて、俺100点になんだめだ、時間もね迫ってきちゃったんだけども、
松代テレビでね、はい、まあ、特に松代の皆様、それから地域の皆さんに、うん、その一言でいいんですけど、何か、はい、お話ありますか。はい、そうですね、本当に私も長野市に住んでたんですけど、うん、松代なかなか馴染みなかったんですよね。この度いろいろと調べていく中で、うん、本当にこう文化財の豊富さとか観光スポットが多いということを感じましたので、うんうん、それをこの小鳥の湯に来られたお客様にも伝えさせていただいて、はい、こう一緒にこう松代を盛り上げていけたらなと思いますので、うん、はい、またぜひ。もうマニュアルに書いたら素晴らしいよ、お話ですな。素晴らしい。はい、ございます。今日はね、お忙しい中本当にありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。お知らせはない。あ、お知らせ、お知らせ。三田さん、素晴らしいね。はい、いいね。今度一緒に行くか。うん。ね。いいね。酒ないよ。うん。あ、酒あるよ。さっきメニュー見たら酒も出てた。あ、酒あった。うん、大丈夫です。一杯やって、あんまり酒飲んでれば、うん、もうお客さん来ないでくださいって。そんなことない。大丈夫、大丈夫。酔っ払いはどん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 飲んで。ここは三田さん、うん、夢の世界だからね。その酔っ払いだ、いらないって言われちゃうよ。さあ夢の世界だ、飲んで夢の世界。あ、帰りを歩いていけばすぐじゃない。大丈夫ですよ。今度行くか。うん、あの朝日さんも連れていけば大丈夫で、ね、みんなで、ね、うん、行きましょう、うん、はい、よろしくお願いします、はい、おごるんだよ料金自分持ち、はいはいはい、あとね、はい、あの寺松商家、はい、ね、ワンデーシェフやったりとかっていろいろやってます、うん、でね、まあ、あのワンデーシェフもね、うん、予約しているんだけども、ちょっとね、キャンセルするっていうのもあるので、電話していただいて、予約状況を確認してね、うん、やっていただければありがたいなというふうに思います。12月もね、あと、3回ぐらい、ね、別々なところで来てやってますんで、はい、ぜひまた参加していただければいいかなというふうに思います。はい、はい、分かりました。はい、ということで皆さん、ね、来週は、来週はすごいよ、来週は清水さんだよ。清水さん、はいはい、清水さん、清水さん、はい、久しぶりで、はい、久しぶりで、はい、清水さん、はい、はい、はい、あ、持つ、あ、持つ、はい、持ちますね、はい、来週は、はい、いいの、いい、はい、お願いしますよ。373回のしゃべくり松代、うん、あの、はい、輝き広場松代でやってる男の料理道場っていうのをやってるんです。やってますね、はい、はい、で、まあ、健康維持増進とか、うん、そういう食材とか料理をね、うん、あの、女性 の、 あの、美人の若 い、 い、 い若い先生が教えてくれてますんで、いい、牧野美恵子先生と、それから、会長の清滝さんと和田さん、この人ね、はい、手品もできるんですよ。おー、いいね、まあ、お楽しみにしていただきたいと思います、はいはいはい、清水さん、逃げてからでこっちに来てくださいよ逃げてくださ、俺、清水さん、清水さん、どん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 逃げてくるんだもの、もうそんなに嫌わないでくださいよ。だんだんとこう、あの、怖くなっちゃう、慣れないもんだから逃げてくるんだもん、はい、ということで、はい、まあ、そういうことで、はい、はい、あの料理も、料理、うん、作るって、ここでは作りませんけどね、はい、そんな、はい、あの料理やって、この間のビデオでもちょっと流しましたけども、うん、そのような様子と、うん、どんなふうにやってるかっていうことを、はい、いろいろと話していただきたいと思います。作ったら持ってきてくれるの。持ってきません。あ、来ません、ね、残念、はい、もうまずくなっちゃうと、ま、せっかくの料理ね、了解です、ダメです、はい、わかりました、そういうことで、はい、ということで、はい、それでは来週のしゃべくり73回のしゃべくり真っ白、ね、どうぞよろしくお願いしますですはいいけなかった